ちょこんにちは。トレードか。そうです。しかもあんなよ。しかもまだ決まってないの。大谷さん、はい、大谷さん、大谷さんですよ。まだ決まってない、まだ決まって、まだ決まってないです。ただ、はい、ずっと言われてたことなんですが、ここに来て結構現実味を帯びてきたという記事がポンポン上がってきてるんですよ。いや、まあまあ、あのね、はい、まあ3チームあるわけだよな、候補がな。実はそうなんです。エンゼルスが順位が下がってきたと、はい、もうまあね、はい、出だし良かったんですけど、ね、弱いんだよ。そうなんですよ。トラウトいるのになんでっていう、何年敗もしちゃうわけよ。そうなんですよ。プラス資金力、金な、お金が払えないと。大谷がすごいからな。そうなんですよ。100年に1人出るか出ないかの選手だからな、はい、ピッチャーバッター両方兼ねちゃってるんで、はいはい、まあ、その資金力でまた補強をエンゼルスはしたい、はい、となるとトレードなんじゃないかということで、はい、そうです。ユタさんおっしゃってたように今3つのチームが有力候補として上がっております。それがメッツ、はい、ドジャース、はい、ヤンキース、はい、なんですよ。まあ名門だな。まあそうです。でお金ありそうだもんな。完全ありますね。あんな。どこのチームもあります、うん、さらにどこのチームも今、地区のその主要走ってます。やっぱ強いチームでさ、はい、いや大谷を取るって言ったらさ、はい、2人取れるから、うん、そうなんですよ。エースと、はい、まあ言えば4番を取るみたいなもんだから、まあ、そうですよね。そらまあおまけがついてくるっておまけどころじゃない、なんか2度おいしいみたいな。いや本当一石二鳥、そうそう、一粒で。でも、うん、俺は、うん、なんかエンジェルスって夢がないか。エンジェルスの近くにディズニーランドがあるんだよ。はい、なんかこう夢の世界なんだよあそこら辺は。はい、そこに大谷がいるっていうのはすごく似合うんだよね。あ、願望としてはね。ヤンキースがあるところってあんまり治安がいいところじゃないですか。いやでももうニューヨークですもん。ど真ん中ですよ。でここ行ったことある？ないんですよ。ヤンキースちょっと柄が悪いところなんで。あ、若干地区的には。あ、そうなんですね。まあまあ昔の話だけどね、それはね、はい、うん、まあ今良くなってる可能性はあるけども、はい、まあでもすごい伝統を感じるよね。まあ、重みを感じる。まあ、ヤンキースはそうですよね。あれ似合うか、ユニフォームピンストライプ。ピンストライプ、いや似合いますよ。あんな縦締めあったらお前3メートルぐらい見えちゃうぞ大谷が。あの四角の効果で、ね、そうそうそう、そんなことはない、そんなことはないと思うんですけど。いやまあ確かに強いチームで大谷が躍動するっていうのは夢だな、うん、しかも去年でしたっけ、大谷選手がやっぱり9月ヒリヒリするような争いをしてるところで戦いたいってコメントしたんですよ。確かにね、やってる以上は、はい、自分の一生が、うん、自分の一本が、はい、価値あるものにしたいっていうのはそれは選手の願望だし、うん、はい、望みだよね、はい、だからエンジェルスを強くすればいいじゃない。無理でしょうね。ダメなの、はい、なんでだよだって頑張っても打たれちゃうしとか、トラウト帰ってきても僕なんでこれなんだろうって、監督も変わりましたからね。今日もね、うん、ちょっと見たけど、はい、中継ぎ陣ひどいな。そうですね、だそこを整備したいんでしょうね、まあ、エンゼルスは。ってなるとやっぱりその名門、さらにお金資金力もあると。で優勝争いもちろんできるところが、まあ、トレードの危険が、まあとりあえず、はい、ポストシーズンには出てきそうだよね。あ、もう完全出てくるでしょうね、そうだな、ここら辺は。でシーズンが終わってからなのか、もしかするとその7月の期限までの間のトレードになってくるのか、うん、ヤンキースは寒いぞ。ニューヨークは、まあそうですね、ニューヨークは寒いですね。いやだからじゃあドジャース、いや故障持ちだからさ、いや手術したりだとかいろいろあったじゃない。はい、だヤンキースお金は出すだろうな一番。まあそうでしょうね。ドジャースな、ドジャース、ロサンゼルス、はい、まあ、まあ、ロスなので LA 近いよ、ね、はい、近いので。だから大谷と西海岸と東地区って、東海岸ってどっちが似合うと思う？まあ、今 西海岸でやってるので、西海岸の方が気候的になんかこう日差しも浴びながらさ、そう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 、大谷が生えない。ドジャース、あー、まあ、青ですよね、ドジャースってね。青だよ。青もいいですよね。そうか、うん、でもヤンキースでも私は見たいなっていうふうに。いや、ヤンキース行ったらもうかっこいいよ。まあ、そうですよね、かっこいいんですよ。でベーブ・ルースがいたじゃないですか。ああ、いたいた。だからね、同じ二刀流をちょこっとやっぱりやってたベーブ・ルースと大谷選手がっていうので、なんかこうファンもすごい燃え上がるんじゃないかなって。ベーブ・ルースよりかっこいいからね。まあ今そうなっちゃってますからね。でちなみにメッツなんですけれども、はい、メッツはものすごいお金を持ってます。
スティーブ・コーエンっていう人がオーナーなんですけど、資産が1兆9710億円で、はい、投資家で補強に最も積極的な姿勢を見せている人なんですよ。もう資産が1兆を超えてるんで、まあ人気的にはヤンキースだな。でもな、でもヤンキースもお金は出そうと思ったら出るよ。出しますか？出す出す。あ、いくらだと思う？いくらだなるんですか、ね、年俸25億。ああ、バッター部門で俺は25億、ピッチャー部門で25億、50億だよ。そしたら契約しましょうみたいな。ってなりますかね。だからそれを出せるのは、でもここつ俺代理人やろうかな、大谷のやらしてくれないかな。英語話せます、ね、英語なんかも通訳雇えばいいよ。ちょっと待って、ゆたくさんのための通訳と、そう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 、一緒に連れて、そう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 、 7-8% もらえるんでしょ。奥行きますよ。奥行くんだよ。やだやだ。いやいや、まあでもね、やっぱ松井がヤンキースであれだけ活躍して大スターになったよね、はい、大谷も大スターになってほしいよね、うん、もっと、はい、そしたらヤンキースだな。ですね、やっぱり金看板だよ、うん、ヤンキースって、はい、でアメリカ の、 あの野球界の象徴だよ、はい、もうヤンキースだ。そうですね、ヤンキース、まあ、ヤンキースといえばね、最近までは田中将大投手もいましたし、まあ、いたし、ね、選手とか、まあ、日本の選手はたくさんいたよね、まあ、はい、昔はイラブとかもいたし、井川投手も、まあ、イチローもちょっと行ったしね、はい、だからそういう意味ではもう通る道だと思って、はい、もう行ってらっしゃいみたいな。いや、見たいですね。あとは、まあ、条件とかもあると思うんですけれども、あとは大谷選手がどう、条件はね、うん、変わらないこと、いやいや、ドジャースが出したやつを、うん、まあ、例えばね、はい、被してくるって、どん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 マネーゲームになってくる。あとはやっぱ大谷の気持ちだよね。あ、どこに行きたいんだろう大谷選手は。やっぱね、野球選手だったらね、この3チームが来た、メッツ、ヤンキース、ドジャースが来た、はい、そりゃヤンキースでしょ。まあ、そうなりますかね。そら、まあ、例えば日本で、うん、ジャイアンツでやるみたいなもんだよね、はい、やっぱり一番ファンを持ってるじゃない、はい、ジャイアンツって、うん、まあ、そういうチームがヤンキースだよね、はい、うん、だからヤンキースだな。ヤンキースが一番有力候補ですかね、に行ってほしいよ。あ、なんか日本人の夢みたいなところ、まあまああるね、ありますよね、まあ、日本人のメジャーに対、メジャーの聖地というかさ、はい、なんかそんな感じもするよね。そうですよね、ヤンキースのチームだったり、ヤンキースのファンの方もなんか日本人選手を温かくすごく迎え入れてくれそうな体制できてますよね、きっと。いや、もう大谷のこと知らないやつは絶対いないから、ね、そう、大谷が来るって言ったら、うん、うわーっと盛り上がるよ、まあ、グッズも売れるし、もうパレードしちゃうんじゃないの、オープンカーかなんか、ね、優勝もしてないのに。いやいや、大谷が来るだけで入団するだけでですか。ああ、そう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 。ああ、でもそのぐらいの盛り上がり、もうか、紙なんだっけ、紙吹雪なんだっけ、ライスフラワー、ね、ライスフラワーじゃないよ、それありますよね、ライスフラワーライスフラワー、それあれでした、日清の結婚式ですよね。だからそういうので、はい、もう迎えるんじゃないの。ヤンキースタジアムって知ってる？聞いた、もちろん聞いたことも見たこともあります。 あるよね、はい、ライトがちょっと狭いんだよ、はい、あ、ホームラン打ちやすいんだよ。あ、ということはホームランの稼げる可能性はあるよね。ああ、ヤンキース見たいね。見たいですね、うん、だから本当にシーズン途中であるのか、まあ、シーズンオフになるのかちょっと分からないですけど、いや、でもね、シーズン途中でしたいよね。まあ、そうですね、やっぱ大谷取りたいよ。そうすれば優勝、優勝するためにも、うん、そうですよね、やっぱ世界一を目指せるからね。ですよね、だってエースと4番を一気に取れるんだよ。これに金出さないっていうのは企業のトップを張れないよね、うんうん、ここにお金を張れないと。そうですよね。ああ、まあ、それと、うん、ジャパニーズマネーがついてくるじゃない。もうそれ考えたら大谷取ったらホクホクだよ、逆に。逆にそうですね、プラスになりますよね。そりゃ人気も出るし、お客さんも入るし、グッズも売れるし、放映権も、もう日本からの放映権も入るし。いや、そうですよ、もう左打ちだよ。そうですね、こんな打ち合うだから、これ仰げないぐらいの打ち合う。全然涼しくないんじゃないかって言ってね。全然疲れちゃって腕が。逆にね、腕疲れちゃダメですけどね、うん、肩抜けちゃうかも。あ、本当ですよ。なのでちょっと、まず7月中と、はい、あとは、まあ、オフと、まあ、ちょっと注目だな、注目ですね、はい、大谷選手の動向注目です、はい。